カンバラはじめ堂は、日本の厚生労働官僚。厚生労働省大臣官房長、厚生労働省老健局長、厚生労働事務次官等を歴任し、体幹後社会福祉法人友愛十字会理事長等に就任。佐賀県佐賀市出身。ラサール中学校、高等学校を経て、1982年、東京大学法学部卒業、厚生省入省。 年金局企画課課長補佐、外務省在中課人民共和国日本国大使館一等書機関、大臣官房人事課課長補佐等を歴任。1998年厚生大臣秘書官、事務取扱い。1999年厚生省大臣官房政策課企画官。2002年厚生労働省労働基準局勤労者、生活部勤労者生活課長。 2005年文部科学省初等中等教育局幼児、教育課長。2006年厚生労働省社会、援護局障害者保健福祉部障害福祉課長。2009年厚生労働省大臣官房参事官。2010年厚生労働省大臣官房審議官。2013年厚生労働省社会、援護局障害保健福祉部長。 2014年厚生労働省大臣官房長。2016年厚生労働省老健局長。2017年厚生労働事務次官。2019年日本生命保険特別顧問。日本社会事業大学専門職大学院客員。教授。社会福祉法人友愛十字会理事長。特定非営利活動法人福祉フォーラム。ジャパン理事。ありがとうございます。